お疲れ様です。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら、衝撃。外国人が日本社会にショックを受けて言葉を失った光景。世界中が驚愕した日本の優しすぎる行為とは。先日日本で撮影されたカルガモ親子の引っ越しの様子を収めた動画が話題となりました。微笑ましいカルガモ親子の引っ越しの様子がうかがえるビデオですが、日本の警察官がカルガモ親子に対してあることをしています。一体その行動とは。それでは早速行ってみましょう。春先以降になるとカルガモ一家の引っ越しが各地で見られるようになります。母鳥の後をまだ小さなひな鳥たちが懸命に追いかけていく姿はとても可愛らしいものです。このカルガモ親子の引っ越しは毎年恒例のようにネットやメディアで取り上げられているので、目にしたことのある人も少なくないでしょう。しかしそんな華やかなイメージとは裏腹に、カルガモたちの引っ越しはそう簡単にはいかない現実があります。時には交通量の多い道路を横断しなければならない場合も。一体カルガモたちはそんな道路を無事に渡りきることができるのでしょうか。先日カルガモの親子が日本の道路を横断する動画が話題になっていました。その動画にはカルガモの親子が安全に道路を横断している様子が収められていますが、なんとそこには交通規制を行いカルガモたちを安全に誘導している警察官の姿が。ドライバーたちも嫌な顔一つせず交通規制に協力し、安全な場所で停止してくれたよう。カルガモ親子の歩く速度に合わせてゆっくりと歩道へ誘導する警察官の姿はとても素晴らしいものです。その微笑ましい日本の平和な様子を収めた動画はたちまち世界中の人々の心をつかむことになりました。このような光景は日本では結構見られるそうで、他にも六本木の欅坂で撮影された動画も同じように警官がカルガモ親子を誘導するものでした。こちらの動画では都内の一等地である六本木ヒルズ前の交差点が舞台となっていて、そのため交通量は圧倒的なものです。しかしそんな交差点を前に立ち往生してしまうカルガモ親子の前に突如として現れたのは2台のパトカー。颯爽と駆けつけた警察官は赤色誘導棒を片手に笛を鳴らしながら交通整理を行いました。手厚い警察官のサポートを受けたカルガモ親子は青信号となった横断歩道へと歩を進めることに。そうして最初の横断歩道は無事に渡りきることができました。次の横断歩道では親鳥が少し道から外れて車側を通り始めてしまうといったハプニングが。そこで警察官は赤色誘導棒を振りかざし、道路を通行していたトラックに停車の協力をお願いしました。この警察官の機転の利いた対応と停車に協力してくれたトラックによってカルガモ親子は順調に進み始めました。しかしその様子を見ていた人々がほっとして胸をなで下ろしたのもつかの間のこと。中間地点に差し掛かったあたりで新たなハプニングが。なんと風に吹かれて転がる何かを追いかけてひな鳥のうち1羽が列を外れ母鳥の元を離れてしまいます。そのひな鳥の向かう先では車が列をなしていて、このままでは無事では済まないでしょう。警察官は必死に笛を吹き誘導を行っています。誰もがハラハラとしながら見守る最中、ついに母鳥の視線に気づいたひな鳥は列へと戻り始めました。赤信号へと変わってしまいましたが、警察官の交通規制やドライバーの協力、ひな鳥の行方を静かに見守る六本木の人々の視線を受けてカルガモ親子は無事に歩道へと渡ることができました。
この日本の警察官たちの素晴らしい行動に海外からは多くのコメントが寄せられました。その一部を紹介します。日本は警察官でさえあんなにフレンドリーなのかよ、とても驚いた。他の国と違って日本は治安がいいから、日本の警官は忙しくないもんな。日本の平和と親切な国民を羨ましく思うよ。誰がどう見たって日本だって一瞬でわかる光景だね。本当に素敵な光景だね。この映像には日本社会の優しさとかいろんなことが詰め込まれている。ドライバーたちが文句の一つも言わないでしっかりと停車するなんて一体どうなっているんだ。クラクションや怒鳴り声が全然聞こえない、なんて平和で素晴らしい光景なんだ。高いモラルを備えた国民がたくさん住んでいる国は最高の発展を遂げるんだね。それは科学技術の面だけでなく社会の発展の面でも。日本の場合、救急車ですらスピーカーでお礼を言うんだよ。自分たちのために泊まってくれてありがとうって。ここまで感謝であふれる国は他にないよ。こんな国が他にあるか。警察官や警備員がドライバーに対してお礼をするなんて見たことないよ。私の国では駅前の横断歩道を渡ろうとしている子供を見かけたので、ドライバーたちにジェスチャーで止まるように訴えたけど誰も止まってくれなかったよ。日本から敬意というものを学ぶべきだと思うね、とたくさんのコメントが寄せられました。海外では事件が多く警察官の仕事も多いことが日常的なんですね。そのため警察官が威圧的な態度を取る必要があるそう。日本の警察官が今回の動画のような行動を起こすことができたのは、日本の治安の良さと平和の賜物だったのでしょう。日本人の私たちから見てもほっこりとするこの動画は、海外の人たちからするととても衝撃的なものだったようですね。なぜカルガモは春になるとこれほどまでに大規模な引っ越しを行うのでしょうか。実は母鳥がひな鳥たちをある場所に連れていくことが目的になっています。それはひな鳥たちにとって安全で餌がたくさんある場所です。カルガモは天敵に見つからないような安全な場所に巣を作り卵を産みます。水辺付近の草むらや竹やぶの中にカルガモの巣が見られることが多いのはそのためだったのですね。一般的な鳥類は親鳥が餌を取ってきて巣で待っているひな鳥に餌を与えます。しかしカルガモは母親だけで子育てをしなくてはいけないため、あえてひな鳥に厳しくしなくてはなりません。そのため卵が羽化してひな鳥が歩けるようになると、今度はひな鳥たちは餌を自力で確保しなくてはいけなくなります。よって母鳥がひな鳥たちを引き連れて引っ越しを行う必要があるのです。ひな鳥たちが独り立ちできるようにするための引っ越しですので、母鳥がひな鳥を危険から守ることはあっても餌を与えることはありません。あくまで自分の力で餌を確保させる厳しい母親の姿も愛情を表していますね。しかしやっとのことで引っ越しが終わり安全な餌場を見つけたとしても、その場所にずっととどまっていては餌がだんだんと少なくなってきてしまいますよね。またそればかりでなく、天敵であるカラスなどに居場所を突き止められ襲われてしまいます。そのため移動の際に多少の危険を伴っても一度の引っ越しで終わらせることなく何回も居場所を変える必要があるわけです。この引っ越しはひな鳥たちが独り立ちできるまで数回に分けて実施されることになります。こうした波乱万丈な引っ越しを何回も行う母鳥の姿をカルガモたちは見て成長していくのです。
いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。